認証業務を行うために必要となる国家資格である。2007年10月1日に実施された郵政民営化により、前日に当たる同年9月30日まで公務員であった郵便職員が全て会社員になった。しかし、内容証明、特別送達郵便物の認証は、それぞれ法律によって公務員のみに限られていたことから、 従来からの信用性を確保するため、郵便認証士という国家資格を新たに設けることとなった。なお、郵便認証士並びに、内容証明及び特別送達の配達担当者には、みなし公務員規定が適用される。郵便認証士の職務は、郵便法第58条各号により、内容証明及び特別送達の取扱いにかかる。 認証を行うこととされている。郵便認証士は、郵便法第59条の規定により、認証事務に監視必要な知識及び能力を有する、日本郵便株式会社の使用人の中から、日本郵便の推薦に基づいて、総務大臣が任命する。任命された者は、総務大臣から任命書が交付される。推薦に際して、試験などは実施されず、 経歴、研修の受講歴などから推薦者名簿に搭載される。実際には業務に必要とされる社員に対して、日本郵便の各郵便局による判断で必要に応じて、推薦者名簿に搭載される。推薦対象者は、日本郵便の郵便局長、郵便部長、集配部長、窓口営業部長、総括課長、課長、課長代理。 主任や一般社員などであるとされる。契約社員は含まれない。また、同法第60条には、結核条項があり、以下のいずれかに該当する者は、郵便認証紙になることができず、現になっているものが該当すれば、同法第61条の規定により失職する。なお青年非公権人または、 被補佐人を結核条項とする規定については、令和元年6月14日に交付された、青年被公権人等の権利の制限にかかる、措置の適正化等を図るための関係法律の整備に、関する法律によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。郵便法。 日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社法、郵便切手類販売所等に関する法律、簡易郵便局法、お年玉付郵便はがき等に関する法律、郵便物運送委託法、郵便切手類模造等取締法または、民間事業者による新書の送達に関する法律の各法に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、または、 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けることがなくなるまでのもの。国家公務員法または、地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの第66条の規定により懲戒免職の処分を受け、 当該処分の日から2年を経過しないもの認証において窓口で引き受けの取扱いを行う社員が郵便認証士の有資格者であっても当該社員単独で自己認証されることはない理由は内容証明を確定日付がある証書とし第三者対抗要件を具備できるようにするため郵便認証士の有資格者による認証が必要となるためであるまた 有資格者であっても、部長職以上の管理職は原則として認証業務を行わない。これは、課長職以下の認証業務の確認の際に職員を応援する必要があり、書類上の重複を避けるためである。この資格を設ける際、名称をめぐって、当時の郵政民営化担当大臣であった、竹中平蔵と、当時の総務大臣であった、麻生太郎の両者が対立した。 竹中が率いる、郵政民営化準備室は、郵便認証紙にする方向で準備を進めてきたのに、対し、麻生は、特定郵便局長らに配慮して、郵便紙にするよう提案した。その後、両者の案をどちらも取り入れた、郵便認証紙となった。民営化直後の2007年10月24日、郵便事業は、多数の認証すべき。 有便物において取扱いの誤りがあったことを公表した。このことに関し、総務省より前後策を講ずること及び再発防止の対策を取るよう指導された。内容証明においては、証明文の漏れ、認証紙の印象漏れ、他に応答本への認証紙の署名または、記名応印の漏れ、特別送達においては、 送達報告書への認証文の記載漏れ、認証紙の所属事業所の記載誤りなどがあった。総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である、文書の内容を証明するために必要な手続きが適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書にその旨を記載し、 当該郵便物が差し出された都市付日の入った郵便認証紙の印を応印することを言う。総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法に定める方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、 これに署名し、または記名を応用することを言う。内容証明等の郵便物に関する取扱いの誤りについて、郵便事業プレスリリースより、ありがとうございます。